い、杉山です。ふみです。よろしくです。今回東京大学やってきました、はい、ここでやる企画、全国進学校満足度調査。おこの前聖光学院行った時、聖光学院の満足度めっちゃ高かったよね、うん、高かったね。なんで、まあ、全国の進学校で満足度本当に高いとこどこなんだっていう、はあ、なるほど、それを調査しようという企画です。あ、いいですね、はい、私は進学校もね、いろいろありますから、ね、はい、公立私立ちょっと聞いていきたいですね。はい、はい、皆さんチャンネル登録、高評価、概要欄、ツイートとインスタのも絶対にします。それこそ満足度教えてちょうだい。わかって TV。一連の1年生です。おい、はい、で出身高校は女子学院高校です。で、出ました、女子高3系東京 JG です。 JG 全国名門校満足度調査という企画をやってまして、はい、受験指導とかね、まあ、学校生活がありとあらゆる面で測ってほしいんですけど、はい、うん、90点90高い。あ、なんで90点なんですか、うん、くれるから良かったです。あ、公認主義。はあ、はい、なるほどね。確かにそういう高校って満足度高くなりがちやね、うん、確かにね。進学実績とかどうですか。今年は25、はい、25だった気がします。多いな。東大行けとかも言われないですから。全然受験指導が何もなくて、なんか夏の三者面談とかであったりする。ないです。三者面談一回もなかったと思います。マジ。あ、そうなの。すごい呼び出されたよな俺らな、ね、この大学も行けねえよって言われた。あ、そんなもないんやね。私は多分学校に見せたことがないです。アンチ模試の学校。いや、違うでしょ別に。真剣模試とかももちろんないね。ないです。え、前頭模試もない。ないです。マジ。まさかの投資模試はあるんじゃん。いやいや、ない。一番ないよ。やめろお前、お前。不安になってこうへん。受験これで大丈夫なんかな。大体みんな実家の方で勉強してて。なるほどね。学校の勉強だけで行く人とかいるの。ないです。いないよね、そういうことだよね。塾前提やね。あ、みんな哲力。鉄だね。鉄力界でもですよ、皆さん。常識やから。これ90でいい意味や。いや、ちょっとね。塾ありきやからね。ね、70ですか。5とか75にしましょう。15ダウンです、ね、ちょっとね持ってます、さすがにこれは。やめろお前ね、はい、理学部数学科の3年生です。おい、出身高校聞いてもいいですか。愛知県の愛知高校です。データ愛知トップ、愛知トップ公立。東大は何人ですか。現役で入ったのが20人ですね。現役20。東大は多分もっと多くて30人ぐらいかな。うわ、でさらに浪人区はありますからきっとね。そう、旭ヶ丘高校の満足度100点満点で教えてほしいんですけど、75点ぐらいですか。75。まあまあ割と高め。とか、そういうのは、はい、あのとっても強いので、その点に関しては、はいはいはい、あの評価高めなんですけど、学校行事、進路指導とかそういった点に関してはちょっと不満が多いかなっていう感じですね。うん、進路指導に不満あり。どんなところ不満。東大とか京大とか、うん、そういうところをこう目指させたがるっていうのはあって、うんうん、三者面談ってあるじゃないですか。はい、ちょっと一人あのヤバい先生がいて、親御さんとこの生徒さんがこう、はい、親御さんといるじゃないですか。どうした。三者面談ちょっとなんかヤバい先生で親御さん取ってきたから。いやそんな不倫とかダメよ。先生が言うんですけど、はい、この子があの僕は東大を受けますっていうまで、この三者面談は15分でも30分でも1時間でも2時間でも続きますっていうんですよ。親も一緒にこうその教室に軟禁状状態っていうか、とりあえずもう口先だけでも言わないとそこから解放されないので、仕方なくもう東大受けますって言って、もう紙も書いて取り調べや。いや、マルチよ。マルチが契約するまで帰れませんみたいな。まあ、東大って損はせんからね。ああ確かに、まあ、お前ちょっとなりそうやん。そういう博多風民学園があったら東大志望にさせるやろ。出さへんで。いや出してやれよお前本当に。学校行事がいいんだよね。でもね、学校行事はもう最強。それはなんかそこ一応聞いていいところ見たほうがいい。学校行事の長さっていうのはすごく、うん、まあ特筆すべき点かな。長いって別にその1日とかでしょ。1週間続くんですよ。何を、まあ、この日は体育祭で、この2日間は文化祭とか、2日間文化祭、うん、ちょっと進路指導のマイナスがでかすぎるけど、ね、学校行事でカバーしてる。旭ヶ丘おすすめですか。自由な高校なので、ほうほう、高校生活自由に行きたいぜっていう人は、まあ、あのおすすめかなと思います。え、東大志望って言わな出られへんねん。今自由やね。まあまあまあ、校則って一番不自由やからな。確かにな。一部の先生だけだから。一部の先生だけ。だから一部の先生だけ。文一。出身高校は都立の天王寺高校です。天王寺。出ました。出ました。大阪府2位、北野の次。わー。京大まず何人ですか。毎年40から50いくかな。はー。東大は東大は今年が、現論7人で、現役5人。おー、なるほど、なるほど。天王寺高校満足度調査ということをやってまして。うん、はい。120点ぐらいですか。ぶち抜いたー。そんな満足してる。そんなに満足してる。天王寺わかんない人のために言っとくと、はい、ラブ東大です。はい、飛び田新地とかね。まあそうだ、近い。何もエロい話じゃないです。もう伝統ある料亭屋さん。はい、問題はない。僕もすごい、いい思いがさせてもらいました。
あのこの話いらないです。次、はい、120点。あれ違う違う。点数入ってねえ。ほんで何がいいの？何がいいの？一二年の行事がすごくて。はあ、でも効率よ言うて。福井の海に泳ぎに行くんですよ。で遠泳して、うん、遠泳。クラゲに刺されたりもするんですよ。いや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 。ちょっと浦和高校味があるね。ねちょっとサバイバル感が。女子もやってる。女子も結構行きます。逆に抽選があるぐらい。あ。もう多すぎて人気クラゲ刺されたやつはさすがに満足度低いやいや楽しんでましたねそれをネタに一緒喋れるんだその受験の指導とかどうなの確かそうですねそれを添削してくれたりとか先生が、ね、それいいね最後の方になったら希望制で大学別の授業が受けれて、僕も数学の東大のクラスで受けてそれすごい直前で役に立ちました、ね、大阪で子供どこ行かせようかなと思ったら天王寺高校おすすめでした一択ですね一択北のよりも天王寺、はい、なんか行事とかで結構ビビってる人もいるかもしれない。そっか、そんな激しい行事ってそんな聞かへんもんな。でもそこに志願した人だからこそ、うん、なんかそういう人が集まってるから楽しいみたいな。あ、なるほど。学校行事楽しみたいみたいな人が集まってんねや。確か俺の高校なんてもうなんか激しい行事ないから、はい、もうみんな家でカップル激しい行事してる。お、それしかないよもう茨城なんて。家で飛び出しんち。やめろお前おい。何や。なんかちょっとな何これ。なんて書いてます？私の。高校の校舎になります盛岡第一の方マリオみたいな感じだね確かにみんな一緒高校はい森一年生三日二類一年生一年生、うん はい、全国有名校満足度調査という企画をしてまして、これは3人揃えてにしましょうかそうですね、3人ちょっと話し合ってもらってね、うん、じゃあ代表して君はい、はい、森岡第一高校の満足度は70点で。おお。すごく歴史が長い高校なんで、はいはい、いろんな、 なんか伝統的な行事があることで、地元の中で高校を浴びれる機会が。お、そういうなんか行事があんねや。そう、運動会。あ、運動会。1年の男子の9割ぐらいが先輩に頭を刈られて、頭刈られる。二冠で部活の先輩が変な A みたいな書いたりとかじゃないあるかな嫌な人はあの部活の先輩なんで結局刈るのが部活の先輩に嫌って言えば止まるシステムあなるほど、ね、自分はこんな感じでいやいや落ち武者やんこれ僕はやられてないんですけど僕後輩をやった時のサッカーボールみたいなのこの姿で盛岡市内を歩くパレード運動会の前日に運動会の宣伝と称して駅とか市役所とか女子校とかの前を歩く、マジ盛岡のトップ校やからもう町の人もああ第一の校来たみたいなそうすごい風習やね、ねえなんか受験指導とかなんか宿題多いとかそういうなんかちょっと受験勉強東大受かるのに邪魔やったなとかそんなんないのうちの代の先生がそういうのをなくして宿題少なめにして自由に勉強させようみたいな方針の先生だったりかけて東北にもおんねやねそういう先進的な先生東北、ねね、遅れてるみたいなやめてお前東北と九州は結構やばいのよやばい本当になんか先生の力が強いのよあそうなのねそうそうそうちょっと最初の方数学の宿題がめちゃくちゃ多くてさすがに多くてみんなかわいそうだったんで僕やっぱできるから権力で先生に意見書みたいなの出して意見書出しませんかみたいなやったらあいいよって言っちゃうんで風通しよ生徒の意見通んねやそうです優秀なやつに限る理科2類です理科2類の1年生、はいはい、通ってた高校を聞いていきたいと思います、はい、お兄さんは、はい、愛知県の岡崎高校出た岡崎、はい、東京都の法院おー、出た女子大最強で女子高最強です、ね、最強です、ねはい、弱いやめろやめろ統括強いだろ別に岡崎桜蔭統括やめろおい統括すごいよめちゃめちゃね名門校満足度調査という企画を今やってまして、はいはい60点ですおおまあまあ波東大とかの対策クラスとかあってなんか、はい、あそうなの効率最後の方とか東大に沿った内容をずっとやってくれたのですごいそれはありがたいんですけど、うん、夏休み発行があって、はい、冬もずっと冬休み明けもずっと学校があって、うんうん、慶応の理工入試の前日まで学校がありました、うん、あもっと自由な時間くれよみたいなのが強かったんや真剣模試の時間も自分の時間に当てたかったなって、うん、まあまあそうよね確かにね東大生ならねやっぱちょっと岡崎高校はそういう補習とか映像模試とかが多めなんやそうですねかなり多いと思いますああなるほどそれはちょっと満足度下がります岡崎まだまだ自称しやめろお前これ改めて何人やったっけ岡崎東
大30人ぐらいじゃないですか。多いな。すごいすごい。公立でやからね。あ、名門です。はい、お自分で、ね、自分で。はい、でも岡崎って、はい、ぶっちゃけもう東海オンエアと岡崎高校しかないよね。岡崎どこみたいな思ってる受験生めっちゃいる。岡崎どこみたいな。なるほどね。いや、やめろお前。あ、やめろお前。じゃあそんな。じゃあもう、期待の。ビアもちょっとうずうずしたもん、ね。いや、もう早く登録したいですよ。もう、JC とかも聞きましたから。やっぱ追いないと。始まらないでしょ、これは。満足度どうですか？おー、高い。私が特に満足してるのは、うん、その周りの友達とかがすごいレベル高くて、うん、応援のその受験指導とかどうなんですか？結構やっぱ東大とか理三みたいな。最初なんかリーチ受けようと思ってたんですけど、面談の時にちょっと結構レベルは高いですよねみたいな、リーチのレベルは高いので、ちょっと、まあ、他も受けておいた方がみたいには言われました。あー、なるほど、意外に保守的。2月の頭とかに上司上智ね。え、東大様が上智とか向けんねや。やめろ。受けられたけど、結局協定利用だけで受けなかった。まあまあ、応援がね、そんな上智なんか受けに行ってダメ。やめろお前。言い方悪いな、お前。いや、まあちょっとね、ごめんなさい。ちょっと失礼かもしれないですけど、はい、もう応援って、もうなんか受験マシンみたいな。小学校の時にもうめちゃめちゃ勉強して、ね、うわ、受かるみたいな、うん、ちょっとイメージがちょっと申し訳ないですけど、あるんですけど。あるね。それでも満足度高いですか、入った後。周りのレベルが高くなかったら、多分今自分東大にいないだろうなっていうのはあるので、中学生の時からやり直せるとしても、多分応援に入るだろうなって。いや、すごい。素敵な話だ。応援のダメなとこも、また今1個ぐらいね。浮かばない。たくさんあります。あ、たくさんあります。あ、まあ、言えるとこで通うなら、でももう一回通うなら応援だから、まあ高くしとくか。なるほどなるほど。結局思い出補正かよ。やめろ。応援の凄さが知りたいけどね。あ、ちょっと確かにちょっとね、まだ分からんな。そうそう、本当に周りのレベルが高い。やっぱそこなんだ、人なんだ。プロになれるものがないから逆にやんなきゃ。ガツガツしてる女性が多かったりするんですか？1位来そうみたいな。これ男やったら1位来そうってめっちゃあるけど、精神的に大丈夫かなって思うぐらい勉強してる人もいました。へ、うんうん、他のことをしてる時間はあるのかなみたいな。ああ、なるほど。すごい。統括はそれないでしょ、だから。いや、全然ない。ランクがちゃうでしょ。やめろ、いやいや。というわけで見ました、全国名門校満足度調査、はい、結論、うん、まあ、高い高校が多かったですですね。旭ヶ丘の話ぐらい、うん、ちょっとおーみたいな、やべえなと思ったら、まあ、あと、まあ、岩手のね、あ、盛岡第一とかもね、はい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 、ちょっとあれでしたけども、まあそうね、はい、まあ、でもユニークなとこ多かったですね、やっぱね、進学校ならでは。だから、まあ、聖光学院が、うん、まあ、満足度高かったやんか、まあまあまあ行った時ね、結論、はい、みんなやっぱ自分の高校大好きなんやなと思って。あ、そうですね、まあ、比べられへんしね、うん、高校生活一度きりやから。あ、まあ、大学受験もうまくいってますし、今日の皆さんね。だからあんま意味なかったです、この企画。やめろお前、おい。そら東大良かったから、そら良かったんやろなって思うやろなって。まあまあまあ、確かにね。ちょっと聞くとこ間違えたから。まあでも、はい、中学受験とかね、高校受験考えて、親御さんとかもね、確かにこんな感じかなっていうのが分かったと思うのはいいかなと思いました。雰囲気は伝わりましたね。ですね。はい。なので皆さんもね、ぜひあの高校選びから大学受験考えてみてください。チャンネル登録と高評価、概要欄、ツイッターとインスタも絶対お願いします。じゃあ、今日これで、バイバイ。